駅は千葉県白石根にある北総鉄道北総線の駅である。駅番号は HS09。千葉ニュータウンの最西部に位置する西白井地区の玄関口である。島式ホーム一面二線を有する地上駅で橋上駅舎を持つ。国道464号線に挟まれ、掘割の両側から伸びる橋の中央部分に駅舎がある。駅構内には エレベーターとエスカレーター1機が設置されている。改札前には売店がある。2000年にインバ車両基地の共用を開始するまでは、駅に併設された留置線を北総線の車庫として使用していた。その後、大半の設備が撤去され、現在は一部を補線用基地として使用している。2019年度の1日平均乗降人員は12,587人。 国総線15駅中、第6位であり、アクセス特急通過駅としては、銀座牧野原駅に次ぐ。白石役所の最寄り駅かつ、白石の中心に近い隣の白石よりも多い。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。千葉ニュータウンで最初に入居が開始されたエリアであり、周辺は1979年の駅開業に、合わせて町開きが行われた。 駅周辺には国道464号、千葉県道191号西白井停車場線が走り、マンションや住宅地が多く点在している。北口側には丸越と商店街、西白井駅前、三郎ロ白井市の公共施設、西白井複合センターと大ロータリー、京葉銀行と郵便局、交番などがある。南口側には超ロータリーがあり、 さらに東方面に進むと、日本中央競馬会競馬学校がある。自転車駐輪場は、駅の南北双方にある。南西には、鎌ヶ谷市との境界がある。印在地区消防組合西白井消防署、停留所名は、船橋新京成バスが西白井駅、生活バス千葉に、宇が西白井駅北口、白石巡管バス、ナッシー号が西白井駅と、 西白遺産ロードである。南港の船橋新京成バスは全便が鎌ヶ谷大仏駅業である。以前は船橋駅への直通便も設定されていた。成田スカイアクセス線との共用区間ではあるが、当駅には京成電鉄が運行する列車は停車しない。急行は下りのみの運行。当駅から新鎌ヶ谷駅の距離は 3km を超すため、 初乗り運賃が310円であり、首都圏としては割高な初乗り運賃となる。ありがとうございます。